地球の大気循環のモデル貿易風は亜熱帯高圧帯から赤道低圧帯へ向上的に吹く東寄りの風のこと。トレードウィンドは貿易のために小舟がこの風を利用して海を渡ったことに由来すると言われているが実際は以下のような意味である。もともとは決まった経路を吹く風という意味であった。中世後半の英語においてトレードは 現在の英語で言うパスやトラック、つまり経路や通り道を意味しており、貿易とは無関係の用語であった。この頃の航海者の間では、ザ・ウィンド・ブローズ・トレードという言葉が使われていた。しかし、18世紀になり、大西洋を横断していたイングランドの商船団の間でこの言葉が、 重要視されるようになると、やがてトレードは、ホーリンコマースと同じ意味を持つようになった。この用法は、市民や言語学者の間にも浸透し、現在に至る。本来の意味からすれば、久し風や久し向き風といった訳語が考えられる。また、久し新風、熱帯東風といった別名もある。赤道付近で強い日射のために生じた上昇気流は、 県海面付近を極に向かって流れるが、地球の時点による濃り折りの力を受けて、次第に東寄りに向きを変え、緯度30度付近で対流するため、下降流となって海面に吹き降りる。これが亜熱帯高気圧であるが、ここから先に述べた上昇流により生じた赤道付近の低圧部に向けて南北から吹き込む気流が貿易風である。北半球では北風。 南半球ではハエになるはずだが、やはり、コリオリの力の影響を受け、北半球では北東貿易風、南半球では南東貿易風となる。高さは8から1 0トルで、2から3キロメートルの高度を境に2層に分かれる。上層は高温で乾燥しており、下層は低温で湿っている。上層の貿易風には、風速の大きいところがあり、 天頭風ジェット気流と呼ばれている。開けた海洋では一年中ほとんど同じ風向の貿易風が吹くが、陸地に近いところやインド洋北部では季節風の影響力が強いため一定ではない。貿易風は太陽上を赤道方向へ向かっている。空気は自分自身より暖かい水域に向かって流れるため、水面付近を流れる貿易風は下から剣熱、仙熱を供給され、 不安定となって、大流星の雲ができる。一方、亜熱帯高気圧により沈降性逆転が生じているため、大流雲の成長はその下の湿潤層に止まり、雲長は低く、夏の夕立ちのような金床雲が発生することは稀で、ある。エルニーニョが発生すると貿易風は弱まり、異常気象の原因となる。ラニーニャ発生時は逆に強くなる。これは、 太平洋赤道上の気圧が、エルニーニョの時は、西高東低で東風を阻害し、ラニーニャの時は、西低東高で東風を助長するためである。ありがとうございます。